日立フローラ 270GXNW にフローラは日立製作所が製造、販売していたビジネス向けヘパーソナルコンピュータである。1991年、日立は従来の企業向け製品であった B16、B32 シリーズの販売を終了し、PC、a t 互換機に日本語機能を追加した X 規格に準拠したパソコンフローラを発表した。 バブル崩壊し始めの当時、従来の大型汎用コンピュータによる集中処理から端末側での分散処理への移行、ダウンサイジング化の動向に合わせ、クライアントサーバーモデルによるネットワーク処理システムを提案した。1993年には DOS-V 並びに Windows 3.1対応に変更され、一般的な PC-AT5 換気となった。 1994年にはコンシューマモデルがラインナップされ、1995年にコンシューマブランド PX が登場、1999年に独自ブランドとして分離した。1997年に液晶ディスプレイをキーパーツとした一体型、スリムタワー型を主力ラインナップとし、パソコンの省スペース、省エネを提案。後のパソコンの潮流を いち早く採用した。1998年には高速なマルチメディア対応のオペレーティングシステムとして注目されていたビオズを搭載したモデルフローラプリウス 330J を発表、秋葉原などの一部店舗などを中心に販売した。2005年には当時施行された個人情報保護法に対応したハードディスクなどの大容量記憶装置を除去、オフィスのサーバーに保管。 仮想ドライブとして利用するセキュリティ PC を発売した。この PC には USB ポートなどがあるが、外付け外部記憶装置および外部出力装置は一切使用できない。後付けで改造して使用することは可能。オペレーティングシステムは Windows XP Embedded を採用している。なお、USB ポートにはキモブルという認証キーを指さないと認証が通過しない。 仕組みになっている。その他、指静脈認証装置、USB ハンドフォンのみが動作対象保証とされている。2005年、マイクロソフトオフィスプロフェッショナルエディション2003およびマイクロソフトオフィススタンダードエディション2003をマイクロソフトオープンライセンスエクスプレスとして提供が開始された。これは事前にマイクロソフトへの登録を事前に行うことによりライセンスの提供。 インストール、ディスクキットの提供を実施するサービスである。従来のプレインストール品とは違い、ライセンス製品のため、機器を新しくした際でもライセンスが使用できる、ディスクキットがあれば、ダウングレード権の行使ができるなどのメリットがある。しかし企業向け PC 事業は赤字が続いていたことから、2003年あたりの一部のノートは、シャープの OEM であった。2007年3月、 ヒューレットパッカードと業務提携を結び、ビジネス用 PC を販売した。これにより、自社でのビジネス用 PC の製造は中止し、フローラとしてのブランドは終了した。ただし、前述のフローラセシリーズとフローラ BD シリーズは製造販売を行っていたが、2017年3月にかけていずれも製造及び出荷を終了した。 2007年8月にはコンシューマー向けモデルであったフローラプリウスの製造が終了され、10月に同社は一般家庭向け PC 事業からの撤退を表明した。N 核モデルとも3年保証と1年保証のものがある。3年保証のシリーズには W が付加される。例えばフローラ310の3年保証であればフローラ 310W となる。ただし、 現在のフローラシリーズでは全てに W が付くようになった。3年保証の場合は PC8 から形式が始まり、1年保証の場合は PC4 から形式が始まるように変更された。日立、個人向けの液晶小スペース PC ほか、pc.watch.impress.co.jp2021 年4月10日閲覧、ありがとうございます。